アイスランドの歌手ビオクは1976年のラジオワンの番組で初めて公の場にでアイラブツーラブを歌った。レコード会社と契約し、1977年11歳の時最初のソロアルバムビオクをリリースした。その後ビオクはいくつかのバンドを結成した。タッピティカラス、ククル、シュガーキューブスなどであり、特にシュガーキューブスが最も成功した。 シュガー・キューブスが1992年に解散すると、ビョークは1993年からソロのキャリアをはじめ、アルバム、デビューを出した。このアルバム以降、UK では、ワンリトルインディアンレコーズ、ヨーロッパ及びその他の地域では、ポリドールレコードとユニバーサルレコードと契約している。北米では2007年まで、エレクトラレコードとアトランティックレコードと契約していたが、今では、 ワーナーミュージックグループの一部であるノンサッチレコードと契約し、ワーナーブラザースレコードにより楽曲が反布されている。スタジオアルバムサウンドトラックコンピレーションリミックス、ライブ版ボックス、セットコラボレーションソロ楽曲とアーティストの楽曲に参加プロモーション用シングルその他。ありがとうございます。